それ。これ。自分で言っちゃったよ。今回は私以外のキャストの皆さんには幼児対抗していただき、子供になっていただきます。そんな子供たちを私がまとめて相手したいと思います。これは何ですか、やけどをするために今我々がこの場にいるということでよろしいんでしょうか。これはちょっと意図がわからないですね。不穏です。不穏ですね。でも皆さんが子供になっていただくんです。まず我々は火傷を負います。負います。はい、はい、上坂さんはどういった火傷を。私は火傷をする人を助けられないという辛さを。みんなが丸焦げになっていくのを見るしかない。何そのナイチンゲールの苦悩みたいな。フランス軍が苦しんでいるのを黙って見るしかないんですけれども。はい、先生に聞きたいことはないかしら。はい。あつかちゃん、どうして人間は生きるだけでお金がかかるの。お金のことにそんなお父さんお母さんの会話とかを聞いちゃったのかな。お金は昔からもう原始人の時代からね、もう貝でやり取りとかしてたの。だからこの世に貝がなくなればいいの。貝がなかったら今の人間もお金とか生まれてないから。だからもう過去に行って貝を全部なくそう。貝をなくそう。そうやった。分かったかしら。分かりました。あ、先生はどんな。先生、自分が一番私ここ自信あるわっていうのはどこ。体の部位で。体の部位で。粘膜とか。粘膜。すごいレーシックに行った時に網膜。網膜。この網膜。膜が熱いって言われたの。網膜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 か角膜か分かんないけど。すごい。ただ粘膜じゃないよね。粘膜ってどういうこと。保湿がすごいっていうこと。肌の保湿がすごい。粘膜って表面のこと。ペルペルなの。両生類。両生類みたいな。違うわ。角膜よ。はい、角膜はいいですね。ボキャブラリー、あつしボキャブラリーが減っちゃったのかしら。いやいや、もう今お金のことしか考えてないね。あつちゃん、まだ親のすねかじってていいのよ、子供っていうのは。どうして貧乏が、昔貧乏に悪い思い出があったの。そんなことないです。ない、うん、でもこう、もう踏みにじってても金持ちになりたいの。踏みにじりたい。踏みにじりたい。踏みにじることが目的。どうしたらお金持ちになれるの。どうしたらお金持ちになれる。なんか中東とかに越したらいいんじゃない。石油王にこう嫁いだらいいんじゃないかしら。石油王にはどう思ってればいいの。石油王はね、石油王にもいろいろ好みがあるから。そうか、石油王の好みを尋ねて回るしか。そうです。石油王にプロフィール帳とか書いてもらうんじゃない。ポイント方が怖いんです。何。どうしてお金持ちと貧乏な人がいるの。それはね、資本主義の悪い人なんだろ。資本主義がいけないの。何があったの、あずさちゃん。どうしたの。貧乏がみんな悪いの。悪いのはみんな貧乏。みさきちゃんも演技しないで。みさきちゃんも聞いた方がいいって。みさきちゃん、幼児のエキスパートでしょ。みさきちゃんはまだおしゃべりが得意じゃないの。みさきちゃん、なにバブーバブーバブーバー。ミルクが欲しいのかしら。